お前睨みつけんなよ。どうもこんにちは。我々が全部飲んだ別格シリーズ、あった別格、あの別格シリーズあったでしょ、あれにすごい新しいのができました。梅梅シリーズ、手摘み南高梅。でもさ、別格シリーズってさ、例えばお茶やったらお茶、コーヒーやったらコーヒーの中で別格ですよっていう意味、梅サイダーってそんなみんなの中で定着してなくて、何パーセント入ってると思ってるんですか梅が。言わない。手摘み南高梅 12% だ。別格なのそれって。どう別格。三ツ矢サイダーの同じような梅サイダーってんやん。おお、そっちの方が別格。あのシロップみたい。あ、だからかき氷とかにかけたらちょっとさっぱりして美味しいかもしれない。まあ、けどこれ夏とか暑い時はやっぱこの塩分とこの梅っていうのはクエン酸でこう体力回復してくれるから、ちょっと松本幸四郎さんどうなんですか。すぐ松本幸四郎さんに言う。これに関してはちょっと CM してない可能性高い。うん、何の別格だったんだみたいな、届くかもしれない。コーラ、コーラ、コーラの別格、本気のコーラ。あのちょっと梅やからちょっとさっぱりしてるかなと思ったら結構濃いわ。コーラの別格を松本幸四郎さん作ってください。ラマンチャの男。